アニマの器がないって？どうかしたの？いや、それがちょっと問題が。おい、ちゃんと分かるように説明してくれよ。だからないんじゃよ、アニマの器が。機体自体には何ら異常が見当たらんのじゃが、動力炉の部分だけが忽然と姿を消しおった。そんなバカなことが。原因は何です？さっぱりお手上げじゃな。もしかしてタイムトラベルの弊害でしょうか？そうそう、弊害といえばな、このままだとさらにヤバいことになるかもしれんぞい。なんだよ、まだあるのかよ。いいか、わしらは本来この世界にあってはならない存在じゃ。そのしわ寄せが少しずつではあるが、鮮烈エネルギーとして蓄積されておる。このまま放っておけば確実に崩壊するじゃろうな。崩壊するって何が？この宇宙がじゃ。はあ？まあ宇宙は言い過ぎとしても、少なくともこの宙域くらいは消し飛ぶじゃろうな。まあそのくらいこの鮮烈エネルギーというのは凄まじいものなんじゃよ。どうすんだよ、結構ヤバいじゃんそれ。どうにかできないのか？まあできないこともないがの、うまくこの鮮烈エネルギーをフィールド内に固定し、時空連続体に干渉することができれば元の時代に戻れるかもしれんが。あら、問題ないじゃん、さっさと始めようぜ。人の話は最後まで聞かんか。理論的に可能かもしれんというだけじゃ。何よりこれだけのエネルギーを固定するための強固なフィールドを張るほどの出力を出す方法が今のところ全くないんじゃからな。どうすることもできんの。